今日は昨日の配信でお話しした落ち込んだ波動をどうやって上げたのかというお話をしますねアサヒハイの馬券を大外しして今年の収支がマイナスになって競馬の才能ないんじゃないかと落ち込みました G1 あと2つしかないのに大ピンチプラスにするためには波動を爆破けしないといけないと思ってエルメスさんに行ってきました 2019年の安田記念というレースで私が大好きなアーモンド愛ちゃんがスタート直後に不利を受けて一着になれなかったレースがありますすっごくショックでめちゃめちゃ落ち込みましたその時も波動を上げるために波動の高い空間に行こうと思ってエルメスさんに行きましたエルメスのバッグは女性の憧れ いつか欲しいなと思って見ているとたまたま到着したばかりのバッグがありますと見せてくれたんです鏡の前で持ってみるとすっごく素敵でこれはアーモンドアイちゃんからの贈り物だと思って買いました簡単に「エルメスのバッグ買いました」って言いましたが私は毒父さんと毒母さんに支配されてきたので ブランド品なんて全然買えなかったんです斎藤ひとりさんが本の中で言ってますが女性はおしゃれが大好きです普通女の人って働きだしたら自分のお給料で憧れのバッグや時計やアクセサリー買いますよねでもずっと徳知事さんに外見をけなされて支配されてきて グランド品なんんて買いませんでしたそれができるようになったのは30代後半です先生のカウンセリングを受けて少しずつ自分にご褒美を買う練習をしました最初はルイ・ヴィトンのバッグからそれも何でもない日には買えなかったので自分の誕生日に合わせて買いましたちょっと止まっちゃいましたが。 そのバッグを先生に見せに行くと先生は特別な日じゃない時でも買えるようになったらいいねと言ってくれました今日も波動を上げるためにエルメスさんに行きました本当はずっと普段使いできる大きめのエルメスのバッグを探していて神戸で時間がある時には必ずエルメスさんに行くようにしていました今日も時間があったので 行ったとというのが正直なところですもちろん波動の高い空間に自分を連れていってあげるというのが一番の目的です今はコロナ対策でエルメスさん人数制限をしていて1時間弱待ちましたショートメールで連絡が来るんですけど連絡を受け取ってから15分以内に行かないとキャンセルになるそうです 1>, 1時間半以上待ちますって言われていたのでちょうど歩いて15分ぐらいのところにいたのでモダッシュして向かって向かいました今日も運命の出会いをしちゃいましたこの中身が何か私が何を買ったのかこうご期待この商品にまつわる先生の深い話もあるのでそれも またお話ししますね。今日はこれで終わりますね。また来ますね。